これ今車止まってるけど、これでちょっと普通に道路走ったらワイパーしないでも。始まりましたメカニック TV。 今日はね、まあ梅雨とかでも、これからゲリラ豪雨とかも増えてきそうだし、撥水でもしようかなって、原点に戻ってと思って、まあ有名なガラコ、ガラコってなんでこんな有名なの？撥水といえばガラコっていうぐらいね。なのでまあみんな知ってるだろうけど、またね初心に戻って、ガラコがどんだけ撥水するのかやってみようかな。まあ、まず今この車がどれだけ撥水してないかね。全然撥水してないね。ほら、もはや水滴にすらなるね。まあ、これがどれほど撥水するのかで、まあ基本こういうのってやり方が裏とかに書いてあるから、その通りにやります。まずはね、ガラスの汚れやホコリを洗い流す、まあ、洗車した後とかにね、最終的にガラコやろうみたいな感じだね、流れ的には。まあ、ガラコはねすごい塗りやすいんだよ。回して開けたらもうここがスポンジみたいになってるから、このまま、なるべく雨が降っててもワイパーって動かしたくないもんね。ガラスが傷ついたりワイパーの跡が残ったりするから、あんまワイパーって、小雨ぐらいだったらやっぱこの撥水とかの力でどうにかしていただきたいよね。でガラコの場合はこれ塗ったらすぐに拭き上げるんではなくて、ちょっとこのまま放置、液が乾くまで5分から10分乾燥させる。すぐ拭き取るバージョンもあるけど、今回使うやつは乾燥させるのを待つ、待ちます。で5分10分経ったら、このね濡れたタオルプラス固く絞るのがいいらしい。あ、びしゃびしゃしてないやつだよね。で拭き取る。すごいガラスが綺麗な。作業はこれで終わり。で、どんなもんか。うわ、めっちゃ発生してる。これ今車止まってるけど、これでちょっと普通に道路走ったら全部ワイパーしないでも。するね、やっぱ撥水って改めてしてみると。でね、まあ注意するポイントが、炎天下とかでやんない方がいいらしい。ガラスがあったかくなったり熱くなったりとかしてる時にやらない。だから曇りの日とかだね。洗車自体曇りの日とかの方が向いてるから、洗車してそのついでにひと手間、まあ、こういうのをちゃんとやってると水垢防止にもなるしね、あの頑固な水垢するね。今動画だから半分やったけど、やっぱ発生するなら運転席側がいいから、ちょっと運転席側もやろうこの後ということで、まあ簡単だしね、初期の初期だね、ガラコ。まあいろんな今撥水があったり、値段もすごいピンキリだし、もっと撥水するやつとかもあるんだな。で一応なんかそういう比べたりとかね、この1個のガラスでね 6個ぐらいとか、まあ今回はガラコ一番有名、よく聞くやつ、お手軽なのでぜひ皆さん試してみてください。